皆さんこんにちは。岡田メソッド TV へようこそ。 AC 今治の林です。今回は個人とグループの原則のサポートの原則についてお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。岡田メソッドの本では120ページから122ページに掲載されています。サポートとはボールの近くですねに直接ボールに関与できる選手がパスを受けようとするプレーのことです。状況に応じて効果的に味方を助けるパスを受けに行く必要があります。サポートの原則には2つあります。意図的にサポートする、そして状況の変化に応じてサポートの意図を変えるです。何も考えないでパスを受けに行くだけでは意味がありません。意図的にサポート、次にどのようなプレーをしたいのか、もしくはどのような状況だからサポートをするのか、そういった意図を大事にしています。岡田メソッドではサポートの意図は3つに分かれています。サポート1、緊急のサポートです。サポート2、継続のサポート。サポート3、超えるサポート。これは普段のトレーニングやゲームの中でも1、2、3と数字を言うことによって選手たちが分かるようになっています。サポートに関して判断の大きな基準となるものが2つあります。1つはボール保持者へのプレスの状況、ボール保持者の状況というように訳して話すこともあります。もう1つは相手守備の状況です。サポート1の緊急のサポートというのは、ボール保持者にプレスがかかっていてボールを失いそうな時ですね。その時にともかくまずはボールサイドに顔を出して助けてあげる、そういった意図を緊急のサポートと言います。その場合緊急のサポートを取るということはボール保持者にはプレッシャーがかかっている、プレスが高い状況になりますので、緊急のサポートをした後はおそらく緊急のサポートをした選手もすぐにプレッシャーを受けることが多くなります。なのでパスを出した選手もすかさず緊急のサポート、それを取ることも大事になってくるかと思います。2番目の継続のサポートはボール保持者にはそれほどプレッシャーがかかってない、プレスがかかっていない、ボールをただしボールを前進させることができない状況ですね。そういう時に継続してパスをつないで効果的なスペースだったり効果的なレーンにボールを運ぶという意図を持ったサポートを継続のサポートと言います。3番目に超えるサポートです。ボール保持者にプレッシャーがかかってなく、プレスがかかってなく前進ボールを前に進めることが可能な時に相手を超えるようなサポートをするのを超えるサポート。その中で縦に超える、前方向に超えるのを 3A と言います。横にレーンを超えて横に相手を超えることを 3B というように分けています。そして2番目に大きな大事な点はやはり相手もパスを通さないようにマークをしてきたり対応してくると思いますので、ボール保持者の状況が変化する、もしくはボールが1つ動く、その度に状況は変化します。なので変化する状況に合わせてサポートも変えるということが大事になってきます。では映像を見てみましょう。まずはボール保持者の状況を見てプレスが高いので1のサポート、超えられるときは3、次にレーンを変えたりスペースを変えるサポートを継続のサポートですね。こちらは 3A、 超えられるので縦に超えられるので 3A。 またボール保持者の状況で混んでるからレーンやスペースを変える、
2のサポート、超えられるときは3のサポートになります。これをトレーニング中、試合中も継続してボール状況が変わりますので、横に超えるサポート 3B、 まずは継続の2を取りながら前向きで2のサポートを取ります。意図がすごく大事です。ここで継続の意図を取るのであれば2のサポート、超えるのであれば3のサポート、2のサポート、そして横で超えるから 3B、 まずは2を取ってスペースが空いたので3に変化していきます。この右サイドバックの選手ですね。はい、個人とグループの原則の中のサポートの原則でした。意図的にサポートをする、そして状況の変化に応じてサポートを意図的に変化させる。意図的なサポートというのは緊急のサポートが1です。継続のサポートが2、超えるサポートそれが3ということで、数字で覚えていることが多いと思います。ボール保持者の状況、プレッシャーの状況ですね、そして相手守備の状況を判断基準として子どもさん選手たちに理解させるといいと思います。高評価、いいね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。